新野拓磨、川崎颯太、新野拓磨もビルドアップに加わりますので、そのあたり京都をどうかいくぐっていくか、この3人がうまく、リード的に動きながら、はい、バランスを取れるかですよね、はい、さあ前半はホーム札幌のキックオフです。 J1 リーグ第32節北海道コンサドーレ札幌対京都サンガ FC の45分前半がキックオフされました。そこの動き注意深くしっかり監視してっていうところはあります。縦に出ました、青木が抜けてくる、うん、青木ペナルティーエリアの中に入ってシュートを浮かせた、いきなりだ、いきなり先制、札幌青木今シーズン6得点目。あ、オフサイドですね、隙ありましたけどね。ちょっと横からも見てみたいですけど、どうですかね。山本選手はやっぱラインを上げたんですよね、はい、あと鈴木選手のところでどうだったか、まあ、ただもうこれはオフサイドですね。夏の中断以降攻撃陣が非常に好調なんですけれども、その中心にいるのはやはり青木です。この京都原中に送って、わずかなワンタッチ、エリアスシュート、ポスト、いや両チームいきなり見せ場が、福田からワンタッチはプラス鈴木武蔵に、新野から長いボール縦、駒井を走らせます、宮本、駒井が抜けてくる、駒井シュート、後ろから鈴木武蔵ですが、最後は川崎颯太、川崎前行く、ただ札幌2人、馬場と近藤、さてラファエル・エリアスがここでボールを回収、左足でのクロス、原が収めて左足でのシュート、コーナーキックです。マルコ・トゥーリオ、ラファエル・エリアスが斜めに抜けていく、そのエリアスにつながった、さあ岡村が前に出ようというところ、まだエリアスクロスが入って、川崎抜けてくる、菅野出る、カバーに入ったのは大崎、うん、もっといった、素晴らしいですね。左の菅、ちょっと時間かかりました、時間かかった、京都の戻り早いですね、やっぱり、はい、あそこ一瞬ですけどね。原野から郭民具、福田が行きます、郭民具抜けていく、クロスが入ってファーサイド、近藤の向こう、馬場、クロスが入って鈴木武蔵のヘディング、ソンユン落ち着いて見送りました。でクロスだけではなくペナルティエリア近いところに入ってニアハイを狙うなどシュートも意識をするということを言っています。さあ札幌のコーナーキックは青木、ニアサイド、おババがそらして岡村のシュート、決まった、先制、札幌守備の要岡村が攻撃でも見せました、1対0。いやでも今のうまく合わせましたね、はい、おーナイス、青木、うーナイスキーパー、ソンユンのセーブ。ここで前半終了しました。前半はコーナーキックから岡村大八の左足でのシュートが決まりました。さあ原のここからです。後半の45分がスタートしました。 2024J1 リーグ第32節、米本縦、岡村ヘディング、バカ横のファーストプレー、菅後ろからシュート狙っていった、ソンユンファインセーブ、シュートも素晴らしい、セーブも素晴らしい、今菅、ルーカス・オリベイラです、青木入れて後ろから岡村のヘディングはポスト、ここですよね、触ってますよね岡村選手、はい、強いですね、またつけたヘディングシュート、近藤、三沢が行きます、札幌の選手の方が多い、近藤がペナルティーエリアの中、おうまい、アウトサイド決まった、最後はどっちだ、触ったか近藤かバカ横か、札幌大きな追加点。さあ今5分台に突入、長い笛、試合終了、ホーム北海道コンサドーレ札幌残留へ大きな大きな8点差、このあと迎える上位陣に大きなプレッシャーを与えます。